What is up, everybody? Right Lucius here. Today I'll be resuming my stories on the Stirring Shadows. I haven't really checked out these stories yet for a while, other than the very first one. But anyways, I'm here, I'm back, and I'm going to resume it from here. As you can see, I got a bunch of these occult items that's been dropping for every quest I've been participating. These occult vestments. Anyways, let's get started. As you can see, I have not touched any of these stories, so this is pretty much definitely going to be a blind reaction. Interesting choice of words. Oi, 待ってくれ。俺たちは宿を借りに来ただけで。立ち去れ。盗人には容赦はしない。ふらりと立ち寄った旅人が盗人に見えるほど、君たちは何かを盗まれるのを警戒しているのかね。さぞかし貴重な宝物がこの村には眠っているのだろうね。お前な、こんな状況でむやみに挑発してんじゃねえぞ。盗人、盗人め。ハスター様の祝福をかすめ取る盗人に容赦はしない。言わんこっちゃねえ。おい、責任取って何とかしやがれ。何とかね。さて。Even the old lady is pissed. よくお考え遊ばせ。飢えた獣が餌を。A car that appears.獲物以外に牙を突き立てますでしょうか。祭司様、ハスターの祝福はそれを心より望む者に与えられるもの。私たち善なる教団に欲する者を拒む理由はございませんわ。I thought these guys are a bunch of zombies, judging from their eye colors. 失礼いたしました、旅の方。ティンソムの村へようこそ。いや、助かったよ。祭司様と呼んだらいいのかね。あら失礼。私、アカーシャと申しますわ。私は善なる教団とやらの祭司ってわけか。どんな教団なのかゆっくり教えてほしいところだな。怖いお顔。私たちはすがるヨルベを探し求めさまよう哀れなハムシ。イリアの徒でなくばトガ人とでもおっしゃいますの、異端審問官様。そんな石頭のつもりはねえが、イワシの頭を拝むだけの仲良しクラブってわけでもなさそうだしな。では私たちが何を拝んでいるのか、後ほどたっぷりと教えて差し上げますわ。たっぷりとね。ほう、それは楽しみだ。君とはなかなか刺激的な会話ができそうだ。私もですわ。あなた様とのお話、とても興奮できそう。気の合うお仲間を見つけられて何よりだが、何か教えてもらえるなら、今は場所の方がありがたいね。あら、残念ですが、この村に宿はございませんの。
まさか空き家をあてがわれるとはね。やれやれ、ずいぶん誇りっぽい建物だ。ま、長居するつもりはねえし、いざ。それよりもラトニーの様子はどうだ。しばらく休めば大丈夫だろう。遠からず目を覚ますはずさ。するもんじゃないぜ。ダメ、来ないで。ラトニー、一体どうした？私に近寄ったらダメ。お願い、私に構わないで。私は私じゃないの。私には私じゃない私がいるの。何を。興味深いね。君ではない君か。詳しく聞かせてもらいたいと思った。私が知らないうちに私は違う。これは私じゃない。怖い。私は熱が上がってる。心配ないさ。ちょっと興奮しただけだろ。それよりも彼女の言っていたことの方が心配だね。私じゃない私か。例の我は混沌ってやつのことか。うん。ラトニーがこんなところまで来た理由もそいつが原因か。少しはうんとかすんとか言ったらどうだ。やれやれ、こんな乏しい情報の中で何を言えって言うんだい。不確かなことを口にするのはごめんだよ。相変わらずだな。まあいい、とりあえずラトニーは見つかったし、目的は達成したみたいなもんだからな。だと良いがね。野宿よりマシとはいえ、床で寝ると体が痛い。我慢したまえ。ラトニー君を床で寝かせるわけにはいかないだろう。そういうお前はちゃっかり。お前様、私を捨てておくぞ。なんだ。祝福を。いえ、私にお恵みください。ああ、ハスター様。強くお求めなさい。ハスターの祝福は欲する心にこそ与えられるでしょう。多少あるち、長く薄命なるもの、有名にいざなう。名付けられざる因子を賜う。I just noticed, is Haster wearing a mask? とらわれた時の戒め、長き歳月を過ごしたる汝に祝福を。ハスター様、ありがとうございます。
ハスターの祝福だろ。そりゃわかるが、なんだってあの鬼。あれほどまでに求めるもの、ここにいる全てのものの目的。まさかあれが不老不死の村の秘密ってことか。もしそうなら熱狂もわからないではないが。あれは時に囚われたもの、英語と刹那を取り違えた囚人ですわ。あんた、ただ過ぎ去りし時を眺めることを永遠と言えるのでしょうか。辛辣だね。君こそがその囚人を縛る極利ではないのか。いいえ、私もまた囚人ですわ。偉大にして矮小なる主に囚われたカゴの鳥。あんたならカゴなんざ食い破ってどこへでも飛んでいきそうだがね。あら、そんなことございませんわ。 What a strange metaphor。 どなたかに扉を開いていただける時を待ち望んでおりますのよ。あなた様は鍵をお持ちですかしら。私を解放して、私と共にどこか遠い星々へ旅立ってくださいます。あんたみたいな美女に誘われるとは男冥利に尽きるね。だが俺は誘われるより誘いたいたちなのさ。それが愛の強さを証明するに足るんだからな。フェスファイいや面白いお方たち、お近づきの印に一つ忠告して差し上げますわ。この村では夜の間は外に出ないことですわ。何？お守り遊ばせ。この村に囚われたくないのなら。That night. 夜の間はか。何が起きるのか楽しみだね。忠告を守る気はまるでないみたいだな。ま、気持ちはわかるがな。おっ、なんだ、獅子。これは、うなり声。獣。ここで黙ってる手はねえな。さて何が出るのか。ご対面だ。何？ Lights out。 And what the heck just happened?Oh well, let's go on to the next part. おい、じいさん、
わしはハスター様の祝福受け。Okay, that sounded weird. And that explains it. The villagers are a bunch of Haskers. これがハスターの祝福の正体ということか。攻撃しすぎやがった。攻撃というか、むやみやたらと暴れているだけのようだが、さてどうする。降りかかる火の粉は払うしかねえが。Did somebody spam the keyboard? That lasted like more than 7 seconds or so. What the hell is this? Otakebi. No, Tōboe. Sounds like someone's moaning. ハスターのしもべ、もはや逃れられぬ宿命を負ったニエなのですわ。アカーシャ、このパいけない人たち、わざわざ忠告して差し上げましたのに。忠告ね、僕には先導と聞こえたが、うがちすぎかな。さあどうですかしら。でも、あなた様方に傷ついてほしくない。そいつはありがたいことだ。俺たちはママの腕の中で震えているほど可愛らしくもないんだ。それよりも、あいつらは何なの。ハスターの祝福とやらを受けたじいさんが、ハスターと同じ姿に変わるところを見たぞ。あれは、永遠を求めた者の哀れ、慣れの果てです。やはりあれが不老不死の噂の正体というわけか。不老不死ってのはあんな風になってても欲しいもんなのね。この村はハスターに囚われた。無休を求める者は好意の虜となるほか道はないのです。そのハスターは何だってあんな真似をしてるんだ。慈悲の心なんて言わねえ。門があります。それは愛しい人を迎え入れるための大いなる扉。ですがその門に錠が下ろされていたとして。ハスターは錠を開くための鍵を探している。それこそ無関係なものまで集めてしまうほど闇雲に。私が言えるのは、この村には囚人しかいないということです。崇拝、死亡、執着、誰もが何かに囚われているのです。せめてお祈りいたしますわ。あなた様方が囚われぬ、それとももう囚われているのでございましょうか。どうした、ファインバルト。いつになく難しい顔して。どうにも嫌な予感がする。早いところこの村から出た方が良さそうだ。同感だが珍しいな。むしろお前は残りたがると思ってたぜ。興味がそそられないわけではないが、面倒ごとの方が多そうだ。そうだ、スマート。夜が明けたら村ラトニー、どうした。
何が来るというのだ。わからない。でも怖い。何かが来る。なんだ。まずいぞクーガ。外を見たまえ。見つけた鍵を。遥かなる門を開く銀色の鍵。On to the next episode then. Last night, but そのお嬢様ですわね。Figures. ハスターは彼女を鍵だと思っているのでしょう。アカーシャ、どこから来やがった。抜け道か。誰とも知れぬよそ者にあっさりと家を貸すのだから、その程度の仕掛けはあると思ったよ。ご明察です。この家の地下から村の外の森へと抜けることができます。ここを通ってお逃げくださいまし。ありがたい話だが、下せないね。君が僕らを助けようとする理由は何だ。むしろ鍵であるラトニー君を捕らえ、門を開かねばならない立場なのだ。門が開かれたところで何かが解放されるわけではありません。むしろ新たに何かに囚われるものが増えるだけでしょう。囚われ続けるのは私たちだけで十分。ただそれだけですわ。その言葉を信じるだけの材料もないが、背に腹は変えられんか。今は信じるしかないな。頼んだぜアカシャ。はい、こちらへ。時間の問題だぞ。気にすんな、ナトニー。言っておくが、お前の足の引っ張り具合もなかなかのもんだからな、ヒンバルト。では、言い直そう。僕がいる以上、追いつかれるのは時間の問題だ。それどころではないかもしれません。すっかりと囲まれてしまったみたいですわね。いやね、送別パーティーへのお誘いならせっかくだが遠慮するぜ。随分と余裕じゃないか。何か秘策でもあるのかい。このクーガー様は策がなけりゃ余裕を見せられないような小さい男じゃないぜ。
要するに何の手立てもないということか。そういうお前はどうなんだ、なんかいいアイデアでもないのか。そうだね、とりあえず君が時間を稼いでいる間にゆっくり考えるよ。これだよ、面倒事は俺に押し付けてきやがる。すごい適材適所というやつさ。そう、たっけ、仕方がねえな、こうなりゃ。さすがにこの数相手は祝福されし因子、名状しがたき種子、甘美にしてキーなる御事の理に従いし、哀れなる優秀、千女たる模倣者、夜に保ゆる恐怖を知らず。ラトニ。ああ、なんということでしょう。混沌の空は混沌に沈む。今日たるか、あるいは今日たるか。ハスターが怯えている。ラトニー君に。いや。深淵にしたらば、英語は刹那と化す。汝が手にするチリアクタ、金剛のきらめきに傾かざれば、押し込まれし無休、果てなき呪縛。ハスターたちが下がっていく。まさかハスターに捕らわれた者たちが怯えて逃げ出すなんて。我が前に立ちし者、混沌に触れし者、我に、ああ、ラトニー。え、ですが、先ほどの様子からすると彼女は大丈夫なのでは。どうかな、あまり楽観はしない方がいい。私にお任せくださいませ。
お二人はどうかラトニー様を。村の中の最も大きな建物がハスターの神殿です。ラトニー様はきっとそこです。アカシャ、いや、しかしフーガ、ここは一刻を争う。お言葉に甘えようじゃないか。インバルト、お前まで。いや、わかった。じゃあ頼んだぜアカシャ。ええ、私は私の責務を果たしてご覧に入れます。よし、急ぐぜ相棒。All right, I think this is where I'm gonna stop from here, so thank you guys for watching this video. Please like and subscribe now for more future contents. And also, that I also have a Discord group. And so please check out the description in the link of this video. Anyways, I'll see you guys in the next part shortly. Later.